図形クイズ、賢く解きたい面積の問題です。では早速始めましょう。点 O を中心とする半径10センチの半円があります。直径を AB とし、この半円の曲線を4等分した点を図のように CDE とします。 AD と EO の交点を F とします。色部分の面積は何平方センチメートルですか？円周率は 3.14 とします。では解説します。2点 BD を結ぶとき、三角形 DOB は直角二等辺三角形なので、角 DBO イコール45度です。また点 E は弧 AD の中点なので、角 AOE は90度割る2で45度です。よって同位角が等しいので EO と DB は平行になります。ここで三角形 DFB を底辺 DB と考えて等積変形すると、色部分は半径10センチ、中心角90度の扇形になるので、その面積は 10×10×3.14×360 分の90。これを計算すると 78.5 平方センチメートルとなります。もう一問。図は正方形の内部に4分の1の円弧を書き込んだ図形です。色のついた部分の面積は何平方センチメートルですか？円周率は 3.14 とします。この問題の答えが分かった方はコメントをお待ちしております。